海外での話だけど、法定速度足すアルファで走っていたら警察に止められた。うわ、速度違反やっちゃったって急いで降りて謝った。俺、ごめんなさい。速度を落として安全運転します。けー、日本人か。バカ野郎、そんなトロトロ走っていたら突っ込まれるぞ。俺、でもここの法定速度は。けー、これだから日本人は頭が固いんだ。周りに合わせて走れ。この国の警察は暴走しない限りは捕まえん。俺、はあ。けー、またトロトロ走っていたら捕まえるからな。周り見て運転しろ。じゃあな。まあこんな感じで警察官は去っていった。法定速度にプラス 30km/h ぐらいで走れって警察官が堂々というのはお国柄なのかな。ちなみに周りの車は確かに速かったけど、地元の人だし、よその国で警察の厄介になるのは結構大変なことだから、交通ルールをしっかり勉強して守っていた。それがダメらしい。よくわからん国だな、ロシア。日本びいきネタを一つ。なんで今日に限ってバイト入れたんだ俺。ともあれ、天皇皇后両陛下のご即位20年目のめでたい今日を、薄汚いアパートからお祝いいたします。大和よ、永遠なれ。ということで、そんな路人ネタ、朝から路人&エイジン&カン ×5 からご即位20年のお祝いメールをもらった。特に路人は東京観光の時、よろしく皇室には興味津々なようで、昼過ぎに来たメールには、テレビで特別番組とかある？あるなら録画したい。昼休みに記念硬貨2つ買ったよ、両陛下分。ところで不安なんだけどさ、ロシア人が祝ってもいいの？硬貨買ってよかったの？良くないんなら返してくるから教えて、と言われたんで大丈夫だと教えたら喜んでた。どうやら陛下がロシアをご訪問なさらず、バルト三国へ向かわれたことで、皇室はロシアが嫌いなんだと思っていた模様。俺は記念硬貨手に入れられなかったのに、この野郎。今日、路人が勤めている会社には、小さな日の丸とロシア国旗が飾られていたようで、嬉しくて泣きそうになったそうだ。あと少しでまたロシアに戻らなきゃならないらしく、お別れ前のいい思い出になればいいと思う。なんだかクソ和んじまったから、今日は働いても疲れなかったよ。